かしわからんな。オリンポスの母神とも言われたあんたがこんな暮らしに甘んじているとは。なあデメテル、お前さんだって昔のことを忘れたわけじゃあるまい。ポセイドンの野郎と来たらあれは全く大したもんさ。今じゃどこもかしこもあいつの支配かよ。ゼウスはゼウスでオリンポスに収まり返って天上の神だなんてほざいてやがる。アリオン、まだ起きているの？大人の話を立ち聞きする子がありますか？早くおやすみなさい。ハデス、見ての通り、今の私にはアリオンとの暮らしがすべてです。あなたの愚痴をいくら聞いても無駄なこと。お帰りなさい、早々に。あなたの国へ。いい？これはジギタリス、すりつぶして熱冷ましにするんだ。これはヨモギ、毒ダミと混ぜて傷薬にすんの。見てよ、走りどころがこんなにあるよ。あれあれ、物知りだなアリオンは。へっ、全部母さんに教わったのさ。だけど母さんかわいそうだよ、目が見えないんだもの。でも目を治す薬はどんな薬草からもできないんだってさ。そんなことはないぞ。え？マケドニアにアルカナという花があってな、こいつがどんな目の病にも立ちどころに効く。本当？うん。そういえばここへ来る途中でも峠の向こうでたくさん見かけた。行くかアリオン、おじさんと一緒に。うん。アリオン、アリオン、どこなの？アリオン、アリオン、アリオン、アリオン。おじさん、まだなの？もう少しだ。もうすぐ薬草のあるところに出る。でももう帰らないと。おじさん、ダメだよ。母さん心配してるよ。おじさん、ゼウスよ、あなたの兄ハデスがアリオンを冥府へ連れ去ろうとしています。お見逃しになるのですか？ゼウスよ、ゼウスよ。あれはどうしてる？愛も変わらずぶつかっている様子。あのようなものに本当にそんな力が。嫌だ！あっちで！行っちゃえ！がないやつだ。ケルベロス、ヒュードラ、ティタンの血を引くものだ。嘘つけ！おじさんと嘘つけ！薬草などで母の目を治すことはできぬ。僕を騙したんだな！返せ！母のところへ返せ！それはできん。なぜ？母の目には呪いがかけられているからだ。呪い？そうだ。その呪いから解き放ってやらぬ限り、デメテルはいつまでも召しのままだ。知りたいか、それを。ゼウスを倒せ、ゼウスを倒せ。王の源はゼウスだ。タン一族の穢れの責めをデメテルの一身に負わせた。ゼウスは西の頂オリンポスの王宮にいる。地図に母のために戦い、そうすればお前は無敵だ。ゼウスもお前と母を捨てた愚劣な父、ポセイドンも恐るに至らん。オリンポスへ行け、そしてゼウスの白髪首を母デメテルに捧げよ。そうか、これをな。子供だがなかなか腕が立つ。訳ありと見たが、どうしたものかな、姉上。ふん、では直にその者の体に聞いてみるのだな。下がっておいで、レスフィーナ。いえ、あの剣をどこで手に入れた？ハデスの手のものだな。なぜあれを持っている？言いなさい。お前はハデスの何なの？ハデスに何を吹き込まれたの？見上げたものね、坊や。ハデス王子ってのは根っから腹黒い野郎だからな。似合いの冥府地獄じゃ飽き足らず、あんなガキを使って事を起こそうって腹じゃないのか。来るな。レスフィーナって言ったよね、君。ありがとう。もう痛くないよ。大丈夫だ。ありがとう。僕、アリオンって言うんだ。君もしかして口が…そう…あっ、あー…おいしい。どうしたんだい？歌の続きは。綺麗な声だ。ハミングだけというのがちょっとつまらないがね。歌ってごらん。大きな声を出して。歌うんだ、レスフィーナ。さあ、声を出して。歌え歌えレスフィーナ。見下げ果てたものだな兄上、その小娘から離れろ。やれやれ、いいところだったのに。黙れ、血を分けた兄でなければこの場で切って捨てるところだ。さっさと失せろ。ここは貴様のような好き者がうろうろしている場所ではない。ふん、神聖な戦場か。確かに私の性分には愛想もないな。お手間を取らせたなアレース。そうそう、アリオンって言ったかな。あの坊や元気になったようだね。せいぜい面倒を見てあげたまえ。何でも今宵一夜の命だそうだよ。レスフィーナ、分かった、あの谷伝いに行けばいいんだね。ありがとうレスフィーナ、君のことを忘れないよ。きっと忘れない。だってこんなに優しくしてもらったの、母さんの他には君が初めてだから。さよならレスフィーナ。ごめんよ。こいつ、あいし、いでよ。あの件だろ、取り返したいんだろ。こっちだよ、おいら知ってんだ。早く来な、早く。おいらに任しときな、こういうのは得意なんだ。狩り作ったままじゃ寝覚め悪いからな、見てろよ。貴様！そうだよ、ポセイドンだ。戦争になるんだぜ。すげえや。それが。深入りするな。どうだ、奴ら泡を食っておろうが。おお、もう捕虜を連れてきたのか。なんだ、子供ではないか。そのようなものでは船の漕ぎ手にも。ボテ、そうだ貴様だ、それを見せろ。これは預かりおくぞ。王にお見せせねばなるまい。いずれにせよ貴様らには過ぎた品だ。あれが父さん。兵たちが動揺しておるとな。沈めよ。戦は我が方が勝つ。地の利は我々に味方している。敵はむざむざと網に入ってくるようなもの。奴らを陸中深く誘い込み撃つ。これだ。ティターンの敵機兵は無敵だ。ポセイドンといえども恐るるに足らぬ。アレウスを先陣とし、縦に切り込んで敵を左右に分断する。密集隊は両脇から一時に寄せろ。退路は海沿いに進んだエドモスの死体が立つ。奴らを海に追い落としてよしとするのではないぞ。ポセイドンの軍船、一隻たりともこの入り江から無事に外海には出さぬ。よいな。さあ食え、遠慮はいらんぞ。気難しい顔をしよって。どうだ。俺の杯を断って無事だった者はおらんのだぞ。飲め。父の勧めだ。嫌か。まあいい。酒がまずくなる。父さん。ん？構わん。そう呼べ。父さんはなぜゼウスを倒そうとするのですか。なぜ海の支配に飽き足らず陸王も攻めようとするのです。それになぜ僕と母さんを捨てたのですか。大層なことをまとめて聞きおって。男にはな、なぜなどというやわな言葉はいらんのだ。ゼウスと俺は水と油だ。同じチタンの一族とはいえ並び立つわけにはいかん。ゼウスは裁きの司として極上の座についたつもりだろうが、俺は認めん。アテナの陣にいたそうだな。どんな具合だ、向こうは。どんなって。ゼウスがほうけて使い物にならんとはいえ、あんな小娘が大将ではの。レスフィーナという娘にはあったか。あれは血を分けたお前の妹。双子の片割れだ。風の頼りでアテナの次女の身に甘んじていると聞いた。まあよかろう。いいか、俺はやるべきことは必ずやる。欲しいものはこの手で掴み取るしかないからな。俺はハデスとは違う。見せてやろう、俺の戦を。ケルベロスよ、それ戦場は近いぞ。行くぞ。初陣だとて功を焦るな。番を下げろ。密集隊を押し立てい。すでにこの本陣も危険かと。姉貴、全軍を集めよ。私が出る。お待ちよ。アテナ様にもしものことがありましては。どけい。ポセイドン号ときこの私が。ん、誰だそこにいるのは。誰だと聞いておる。きれいたー。運の強い古代ボール、お前がアリオンと知っていたら、あの時この手で八つ裂きにしていたものを。アテナ、今僕は本当にあなたの敵だ。ポセイドンの子として、兵士として、僕はあなたを斬る。僕の勝ちだ。アポロン実の妹の血は見たくない待て、アテナ様。アテナ様、ご無事で。お怪我は。おえ、何をしてるくそーどうしたアリオン君、雨音が愛しい人の声にでも聞こえたかね。うるさい許さないぞ。僕を邪魔しようなんてしているやつは誰だって幼い。ほとんど子供のままだよ君は。いいかね、人は誰だって土くれでできた人形じゃない。自分自身も他の人もそう簡単に思い通りにはならないのさ。まして君はティターン。それもとりわけ厄介な星のもとに生まれたときている。嘘だーヤブヘビだったな。よりによってお前と鉢合わせとは。何しに来たんだおじさん、ここへ。そうご大層に聞きなさんな。不景気なところじゃ退屈でな。戦見物と思ったまでよ。腐り切った人だあなたは。ゼウスやポセイドンを妬むあまり小賢しい手を使い、何も知らない僕をいいように操って。そうだ、一番醜いのはあなただハデス。切るのかこの俺を。切りたければ切れ。だがその前によく聞くがいい。まだまだ子供だ。すっかりポセイドンに丸め込まれおって。いいかあいつはな。黙れ、父さんの悪口を言うな。あなたもオリンポスと同じく僕と父さんの敵だ。よせ。足を殺しても無駄だ。どうにもなりはせんぞ。ケルベロスはへえ、冥府でこれに鍛えられた恩も忘れてたわけ。れるがいい。死にさえも救われぬ苦しみの中を一人でどこまでものたうっていくがいい。気分が優れないようだね、アテナ。あなたにはわからないわ。負け戦がどんなものか。あなたのようなふぬけ者の兄を持ったおかげで、私がどれだけ苦労しているか。アリオンの一件で私に恩を売ったつもりでしょうけど、私は助けられたなんて思っちゃいないわ。あまり大きな顔は慎むことね。こりゃ手厳しい。今夜はお願いがあってってやってきたのに。願い？そう、君好きの次女を一人分けてほしいんだ。ほらあのレスフィーナという娘さ。レスフィーナ？譲ってもらえないかな。ちょっと気に入ってしまったものでね。ふん、物好きね。そう、あの小娘をね。君は誰だ。おいでなさいな。あなたも早く。レスフィーナ、君口が話せるようになったんだね。何を言っているのアリオン。あなたって変な人。私と遠くへ行くのが楽しくはないの。ダメだ、そっち行ってはいけない。レスフィーナー。それは薬草なんかじゃないわ。恐ろしい毒花よ。え？それにあなたは誰？知らない子ね。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 母さん、僕だよ。僕だったら帰ってきたんだよ。母さん、大丈夫かい、兄。セネカ、ひどいうなされ方だったぜ。悪い夢でも見たのかい？うん。戦で雨に当たったのがいけなかったんだ。たちの悪い風だぜ、きっと。ねえ、ポセイドンのおっちゃん、呼んできてあげようか。いいよ、セネカ。そんなことしたら笑われちゃうよ。あれ式のことでだらしないやつだって。けど、もう大丈夫だよ。いいからお休みを、セネカも。そうかい？足が重い。どうしてこんなに重いんだ。どうして。わしを殺しても無駄だ。無駄だ。下を噛んだら殺だぞ。しっかり抑えてろ。乱暴しないでおくれよ。病気なんだから。おいらポセイドンのおっちゃん呼んでくる。どこまでも落ちていけ。呪われた生を受けたものよ。待て、下がっておれ。また来るか、ハデスめ。セネカ、教えてくれ。僕は何をした。え、僕は父さんに何をしたんだ。ダメだ、ここにいちゃ。あそこにまだ父さんが。行かなくちゃ。おい、しっかりしとくれよ。殺されたいのかよ。父を殺すとオリンポスにいくらもらいやがった。違う、僕がそんなことをするもんか。ほざけんや。ひるむな、王の敵だぞ。なんで切らないんだよ。ダメだ、父さんの味方は。どうやらこれまでだな、オリンポスの回し者め、覚悟。そらおギド、生きてたのかお前。ギドー。神々よ、これを見るがよい。ポセイドンじゃ、神々を恐れぬ傲慢なあやつの最後じゃ。しかもだ、手を下したのは存じておるポセイドンが妹デメテルとの間に設けた双子の一人。その不義の交わりを戒め、15年の昔そなたがトラキアへ流したあのアリオン。その通りだ、オリンポスの汚れが生んだ禍々しい子供だ。その者が父を手にかけた。ティターンの神聖な掟が破られたのだ。裁きはなんとエリヌースたちを。死だ、父殺しの題材に似合う、それが唯一の償い。よかろう、良い裁きじゃ。アリオンの命、確かにそなたたちの手に委ねたぞ。しょうがねえなったく、こんな生木ばっかり拾ってきやがって。ああ、早く元気出してくれねえかな。兄、ダメ、これ兄の晩飯なんだから、食いもんぐらい自分でなんとかすりゃいいだろ。でけえ図体してさ、面倒見きれねえよ。誰だ。赤子の頃からお前を知っているものだ。誰なんだ、名前は。黒の獅子王、そう呼ぶがいい。獅子王、嘘だ、お前はハデスだな。そうだ、そうに決まってる。そんな見えすいたお面をつけて、また僕に何かを吹き込もうとやってきたんだろう。下手な詮索をするな。私はハデスではない。かわいそうに、よほどの痛手と見えるな。だがアリオン、くじけるな。弱さを敵に見せてはならん。いいんだ、もうどうなってもいいんだ。父さんを殺しちまった。どうしたらいいのか、もう僕には何もわからないんだ。触るな、くじけるなって。敵だ、敵がどうしたって、どうだっていいじゃないか。どうせ人殺しだ僕は。でも誰の好きにもさせないぞ。自分のことなんか自分でけりをつけるさ。そうだ、いっそ死んでやるさ。そうしたらもう誰にも利用されたりすることもなくなるんだ。そうだろう、僕は。死ぬと言ったの。よかろう、死んでみせい。簡単なことだ。ほんの半歩もそこから踏み出せばお前は確実に死ねる。どうだ、それ式のこともできんのか。そういうものだ。強いられ欺かれつつも人は生きていき、誠の己になっていく。ならばこそ強くなれアリオン。もっともっと強くなれ。この山はアソスといってな、古から霊の宿る山と言われておる。尾根を伝って西の高みへ行け。ミュカオーンという忍者がそこにいるはずだ。かつてはアルカディアの王として崇められた男だが、ティターンの世になってからは思うところあって一人山にこもっておると聞いた。力になってくれよ。リュカオーン。いや、ちょっとそのお毒味。今の男どっち行った？男？うん、誰も。嘘だ。ほら、黒い衣の獅子の面をつけた。うん、うん、お座りなさいな。ねえ、どうなさったの？せっかくご招待して差し上げたのに、そんな顔をするものではなくってよ。人払いはしてあります。今はあなたと私の二人っきり。おもてなしは嬉しいがね、僕と君ではどうも今さらって気がしないでもない。それよりもあの子のことなら言わないで。アポロン、いつまでつまらない放蕩ぶりにうちつを抜かしているおつもり。そりゃ戦いには勝ったわ。でもアレスもいない、ゼウスもあの通りよ。お分かりでしょう。臭いな。え、気に入らないの、この香の香り。いや、血の匂いだな。多分君の体に染みついているんだろう。ちょっとばかりこう焚いたぐらいではどうしようもない。それに僕はティターンの証人にず、近親者にはまるで興味がない。幸いにもね。待って、私がお芝居でこんなことをしていると思うの？心にもなく男に媚びを売るような、そんな女だと。それを言ってはあんまり君がかわいそうすぎる。一体何の真似だ。見苦しいぞ。何をしている。縄を解け。それから手当てだ。早く。アポロン、今日限り私の前から消えてちょうだい。さもないと私はあなたを殺す。きっと殺すことになるわ。兄、待ってくれ。ゆっくり行こうよ。本当にいるのかよ、そんなじじい。たく、付き合いきれねえや。やかましい。貴様らの魂胆は百も承知だ。この分からずやめ。そこまでか。あなたが。へえ、飼いならしてやったのか。許せ。あれは融通が利かんでな。ヘラクレスというて元は土地の荒くれ山賊だったんじゃが、今はわしの家の門番をしておる。まあ根はいいやつじゃ。あなたはどうしてこんなところで。警戒はつまらん。もはやわしのようなもののおるところではない。ゼウスに尻尾を振るようになっては一族も末じゃ。のみならずわしを目の上の小太を思うてか、亡き者にしようとしよる。来よったな。お前を裁きの地へと連れてゆく。これはの怪異のになり下がったやからめ。アリオンは渡さぬ。帰ってゼウスにそう伝えるがよい。さりよまよいの犬どもみが。時と空の狭間じゃ。ついてくるがよい。何があってもわしから離れるな。でないとうつつよに戻れんようになるでな。ああ。エレクセーノスの海じゃ。ここダルキアにティターンは遠い昔国を建てた。建国の王はウラノス。しかし王はその子クロノスの手にかかって死んだ。そしてクロノスもまたその子ゼウスによって殺された。小心な男よゼウスは。以来己もまた同じ運命をたどることを恐れ、暗い疑いで人を見、掟に守られ、家事祈祷に明け暮れるようになった。だが、醜い争いじゃ。挙句に天の裁きを受け、ティターン族は国を捨て、南に下ってこの地に住むようになった。母さん、やめろ！オリンポス、これがレスフィーナ。会いたかった、レスフィーナ。君が僕の妹だったなんて。でも本当だ、母さんの匂いがする。下がり！こしゃくな。わしもエリヌースも元は同じアルカディアの王族。奴らはその霊力で黄泉の国から蘇った。それが何のゆえかゼウスに忠義を立て、オリンポスの掟を守る神となった。嘆かわしいことよ。しかしアポロンの非力はエリヌースの霊力とは違う。あれこそはティターン族の魔性の権化だ。わかるかアリオン、お前の真の敵はオリンポスの明日の支配者となるアポロンだ。だけど僕には霊力とか非力とかそんなものはないんだ。どうやってあんなやつと。見えなんだか。今しがたの幻の旅でお前に最後に味方する因果の意図のあることが。レスフィーナ。心してゆけアリオン。これがお前には多分最後の旅だ。今度ばかりは強いられてゆくのではないぞ。お前がオリンポスへ行くのはレスフィーナを救い出すためだ。レスフィーナのもとへお前はお前として行くのだ。ユカオン、聖なる神の意に背き、長くオリンポスに敵対してきたポセイドンとその一党は駆逐された。ティターンの栄は永遠である。アテナに祝福を。アテナに祝福を。アテナに祝福を。ゼウスに神のご加護。ゼウスに神のご加護。ゼウスに神のご加護。ご苦労であったアテナよ。お前はわしの誇りじゃ。オリンポスの宝じゃ。ポセイドンめ、今頃はメイドで地団打を踏んでおろうよ。はっ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 は。アリオン殿か。お前たちお下がり。レスフィーナ、忠告してあげたはずよ。アポロンともども、今度この私の前に現れたら命はないって。私はアポロンと違って冗談は嫌いなのよ。殺すと言ったら殺す。憎むならこの私ではなく、私を傷つけお前をもてあそんだアポロンを恨むがいい。なりましたか。長旅でお疲れだというのに、おやかましいことで。ねえ、なんか悪い病気じゃないのかな。おばあさん。これ、その子の胸に塗ってあげて。おお、もったいない。さぞかし高価なお薬で。母さんに教えてもらったんだ。これはね、ゆずり葉に邪香草の油を混ぜて作ったのよ。ほら、胸がスーッとするでしょ。そうかね、母様に。あなた様のお母様ならパンドーラと同い年の頃かの。パンドーラ、この子たちのお母さんかい？いやいや、この子らは養い子じゃ。パンドーラはあの立派なお方プロメテウス様に嫁いだわしらの娘。むごい話じゃ。腹に赤子を宿しながら不憫な子じゃ。せめて今少し生きてあの方の血を受けた子供の顔を見たかったであろうに。ばあさん、お嘆きのところ悪いが、じいさんはどこへ行ったんだい？それはその。知ってるよ、大ピオ。だってさ、おいで、教えてあげるから。これ。それ、えい、あ、それ、あ、早く、何してんだよ。あの島にいるんだね、おじいさんは。うん。こに一人でいるのかよ、じいさん。じゃあ行こうぜ、中に。どうして？怒られるもん。ここ大事なものがあるから子供は入っちゃいけないってじいちゃんが。うんうん、分かった。僕が行ってみるよ。みんなはここで。いいね。ああ、マジ。お、子供はダメ、じいちゃんに怒られるよ。分かったよ。なんで一緒にすんなよな、もう。いて。この人はプロメテウス様じゃ。我々が密かに神と仰ぐお方です。プロメテウス、この人が。じゃあパンドーラっていうあなたの娘さんと結婚したのもこのババがあなたにまで申しましたか。あれの常でございます。エイトスと言ったね。教えてくれ、もっとこの人のこと。これは雷術と申します。古よりティターンの栄華を支えてきた秘伝の武器ゼウスの秘力、雷の力の源がこの雷術であることをプロメテウス様は我々に教え諭されました。だからティターンをゆえなく恐れあがめることはないと、それを王家に対する反逆とされ、あの方は処刑されてしまわれたのです。岩山の形状で。さよう、なすすべもなくあの方をむざむざと死なせてしまった。そのことを悔いの日はこの15年ありはせなんと。プロメテウス様は高貴なお方でした。先代の王クロノスの甥にあたり、ゼウス兄弟とはいとこ同士。そのお方がティターンとは縁もゆかりもない娘のパンドーラをお見初めになった。なぜあの方はティターンの真の繁栄を望まれたのでしょう。汚れに汚れ、出口のない迷路に迷い込んだティターン族を広く先住民と和合させ、健やかな発展に導こうとなさった。だから進んで我々と交わり、あえて非力の一端をもお示しになった。プロメテウス、なぜだ、ずっと前から知っていたような気がする。これは兄、劇を下されアリオン様。僕はダメだ、僕は。父はポセイドン、母はデメテル、僕はティターンの子だ。だけど僕はゼウスに追われ命を狙われている。罠にはめられ、この手で父を殺してしまったからだ。だから僕はゼウスと戦わなくてはならない。僕はオリンポスへ行く。そして戦う。でもそれは本当は大好きな人がオリンポスにいるからだ。大好きなレスフィーナがアポロンに捕まっているんだ。僕はレスフィーナを助けたい。レスフィーナは僕の妹だ。でも好きなんだ。僕はオリンポスへ行く。みんなー、僕と一緒に行こうと思う人はついてきてくれ。僕は拒まない。その人たちと僕は戦う。僕はレスフィーナのために戦うんだ。本当にそれだけなんだ。それでいいんだね。みんなはそんな僕とでも言って、そしてゼウスと戦うって言うんだね。行こう、オリンポスへ。ポセイドンの子は兵を挙げた。アリオンとかいうプロメテウス様の再来じゃ。テスイア、アッティ、オロス、方々から大変な数が。みんなキタンが自らまいた種じゃ。敵は浮き足だって。続々軍門に下っておるとか。今度ばかりはオリンポスも油断なるまい。おじいさん、本当に使い物になるんだろうな、このライズスってやつはよ。プロメテウス様がお作りになったものだ。信じる方があるか。やれやれ。ガイアよ、ポセイドンのせがれがアリオンと申す者がここへ参ります。先住民どもの先頭に立って、ああどうしたらよいのか。大母神ガイアよ、おしよ。ゼウスよ、なんと見苦しい。何故にそうまで恐れる。いくつになっても至らぬやつよの。万物の王の肩書きが泣こうぞ。ほほほほほほほ。こんなもんかねえ、じいさん。もっと右だ。それじゃ岩の影が入ってしまう。旭日の光を集めて筒に詰め一気に放つのが仕組みとあります。ともあれ、キタンならではの知恵で。そういうことなら城の方が有利だ。数も多いし、第一朝日の当たるのは向こうの方が早いからね。雷術が我が方にもあることを気取られない。エートス、雷術の力じゃオリンポスには勝てない。わかるんだ。勝つのは何か別の力だってことが。勝つのは何か別の力だ。別の。ここだったのか、兄。冷えるよ。もうすぐおっぱじまるんだ。大事な体なんだから。ありがとう。少しは眠ったかい、セネカ。よせあい。おいら化け物じゃないんだ。こんな時に寝るなんてこと。兄、本当に好きなんだな、レスフィーナって子のこと。え？羨ましいよ、おいら。どうしたんだよ、セネカ。羨ましいんだよ、こんなに大事に好かれてるレスフィーナって子が。セネカ、おいらだって兄のこと大好きなのに。隊長、どこだ隊長。バカだおいら。夜明けだぞ隊長、一発ぶちかますぜ。いいぞ、先制攻撃じゃー。ダメだ、先に砲台を叩くんだ。もうままなりません、進むのみありよいさは。ダメだ、これでは城は落とせない。おお鳥だったのかい。いや、獣だ。どっちでもいいが役に立つぜ。城に向かいつぼう。タルタロスの谷を突っ切るつもりです。タルタロス、ゼウスに疎まれた化け物どもの巣です。しかし雷術の放火を逃れるにはここしかない。おそらくリュカオンのお導きでしょう。アリオン殿、あなたは本当はオリンパスだ。飛び移るぞ。ギドに捕まれ。ザコは引き受けだ。行きな大将。来いセネカ。黙ってじっとしてろ。いいってばよ。お前だから言ったろ、兄のこと好きだってさ。おかしいや生きちゃいけなかったんだよ。こんな時世になよっとした女の子一人じゃさ。だから見てくれだけでも男になってさ、かっぱらいだってなんだってやんなきゃ悪いんかよ。そんな目で見ちゃってさよーよー。動いちゃいけないセネカ。早く行けよ。レスフィーナってこのとこへさ、待ってるぜきっと。行けたらなんだよ。気持たせちゃってこの承知しねえぞ。ここから動くな。いいな。ほっといてくれよ。おいらもうあとは勝手にするからよ。かっこいいなちくしょう。ゼウス様、来おったやつが。助けてくれ。レスフィーナはどこだ。どこに隠したそうじゃ安咲きにしてしまえ。そやつは父殺しの大罪人じゃ。黒の獅子王。下がれ。何者かは知らんがこの者を戒めるのは我々の務め。邪魔するとただではおかんぞ。ところがそうはいかん。この者には罪はないからだ。何。この者は確かに王ポセイドンを殺めた。しかしポセイドンはこの者の父ではない。この者アリオンの実の母はパンドーラ、父はプロメテウス。この私だ。私の顔に見覚えがあるな。リュカオーンの醸した夢の中で、古い同志エイトスの祠の中で、私はお前に会っているはずだ。妻パンドーラは身ごもってすでに尽き満ちていた。だがゼウスの兵は無情にも、私への見せしめとしてパンドーラを殺したのだ。しかし幸いに赤子にはまだ息があった。アリオ、お前は私がパンドーラの腹を裂き取り出した私とパンドーラの子供だ。私はお前をデメテルの手に委ねた。デメテルはゼウスの責めを負うことを覚悟で、お前をレスフィーナともども我が子として育てると、そう私に誓ってくれた。それは母さんが、いやデメテルがあなたを愛していたからです。きっとそうです。そしてあなたもデメテルを愛していたんだ。パンドーラと同じように、いやもしかしたらそれ以上に。違いますか、プロメテウス。嘘だ、愚かな作り話だ。神の裁きを恐れぬたわごとだ。成敗しろエリヌス、二人者ともにだ。天の裁きとはもともと正義公平に立つもの。その断りもわきまえず、罪に汚れたゼウスとその一党を免罪して挙句に過ちに落ちた者どもめ。され、おとなしく土族の神に立ち戻って民に尽くすがよい。見ろ、これが何よりの誠の証だ。ティターンの世は滅びるのだ。観念しろゼウス。待て。なぜだ、お前は死んだはずなのに。もののけめ。許せ、知らぬ仲ではない。元はといえば同じ血を分けた者同士ではないか。助けてくれ。ゼウスをいたぶるのはおよし。この者はまだ至らぬ稚児のようなもの。責め立てしてはなりませぬ。恐れ入ります大母神ガイア。ティターンの母は永遠に衰えを知らぬと聞き及んではおりましたが。驚いておいでかい。そうさ、私は一族と共にいつまでも生きる。そして私のせいある限り一族は滅びぬ。ならば死するべきです。あなたもこの場でゼウスともどもに。たわけたことを。どうやってこの私を殺す？クロノスを押してあなたの夫ウラノスを殺させたのもあなたの差し金だな。そしてあなたは実の子のクロノスと交わった後、今度は孫のゼウスをそそのかしてクロノス王の命をもたった。その通りよ。連綿と続く母の命に比すれば、男どもの映画など一代限り、いつかは邪魔になろうもの。その論法なら早晩にゼウスをも始末させるおつもりか。そのような醜い母性こそティターンの過ちのもととなぜ心得ん。黙れ。ガイアよ、これが最後の忠告だ。ティターンは滅び、あなたもまた消えてゆくのだ。人の世はその後にこそ真に栄えよう。ティターンはそうしてこそ誠の神となることができる。あなたはこのままでは限りなく罪を重ね、醜く。プロメテウス、許せアリオン。誰よりもなと偽ってきた。レスフィーナ、もうよし。お前はあの女にそっくり、あの気の強いデメテルに。およし。どうして言うことを聞かない。この私のように偉大な万物の母にもなれようというのに、お前もデメテルもなんと。およし。私も負けよ。おのれ。私がレスフィーナ、しっかりしろレスフィーナ。死んじゃダメだ、死ぬなレスフィーナ。アポロ、どこに行ってたのだ、この大事な時に。まったくお前というやつは。やつは死んだぞ。ガイアも死んでしまった。これからはお前がわしの力に。ああ、クロノスは父ウラノス、そしてあなたは父王のクロノスを殺した。うかつな人だ、あなたは。その順でいけば今度はこの私があなたを殺すのだということになぜ気づかなかったのだ。レスフィーナは死んだか。私たまえ、レスフィーナを。その娘は私の希望だ。君にとってはただの恋人かもしれんが、私には違う。渡すのだ。君には過ぎた女だ。醜い人だ、あなたは。知っているぞ。何もかもなくなったところからレスフィーナと二人でまたティターンの王朝を作り直そうと言うんだろう。ずっと昔のガイアとウラノスのように。そんなことはさせるもんか。レスフィーナはガイアとは違うんだ。レスフィーナは母さんのあの優しいデメテルの子だ。レスフィーナはそれにもう死んでしまったじゃないか。ガイアと戦ってこんなに疲れて、こんなに傷ついて。何も怖くないぞ。僕はレスフィーナと一緒にどこまでも行く。しかしお前は人の血が混じっているのだぞ。母親パンドーラの血が。構うものか。それでもあなたになんか負けはしない。ティターンは滅びてはならんのだ。ティターンは人に知恵をもたらした。ティターンの財産を人が作り出すのには幾千年もの時がいるのだぞ。ライズスが何をしたというんだ。たくさんの人を殺し、意味もない恐れを人々に植え付けただけじゃないか。知恵の結晶とはそのようなものだ。そんなもの。人は優しい気持ちと温かい着物と食べ物が何よりも欲しいんだ。みんなそうしたら幸せになれるじゃないか。人はまた欲しがるものさ。神というものをね。神？そうさ。このままならぬ人の世で嵐や病や戦の勝ち負けを促進するために人が己をどう欺くと思う。穢れに向かう心をどうやって律すると思う。人は自分たちとは違う優れた美しいものとしての精神の支配者が必要なのさ。過去を消し去り穢れを取り除いた後のティターンこそまさしくそれにふさわしい。思い上がりだ。それはあなたのほざけい。君に道理があるのならそれを見せろ。この私に勝ってみせるがいい。ならば私は潔く消えていくぞ。さあどうだアリオン。レスフィーナ。アリオ。レスフィーナ。口が聞けるようになったんだね。なんだか長い夢を見ていたみたい。でも誰か私を呼んでいる声が聞こえたの。私はそれを聞いてその人を探して。そうよ、あなただったのよ、アリオ。みんながいる。ティターンの世の中が終わって、みんなこれからは本当に自分で生きていくんだ。どこへ行くの？私たちはトラキアへ帰る。母さんがきっと待っているから。君も行くよね？もちろん。レスフィーナ。邪魔をする